コーチングは簡単なんです。で簡単なんだけど、要は我々が簡単であるってことを忘れちゃうとどんどん難しくなるから、でコーチングを難しくしないでください。でコーチングを簡単にするための考え方というかをもう一回言いますから、そのことにしっかり意識を向けてくださいね。クライアントさんがなんで問題が解けないか、なんで困ってるかって言ったら現状がよく見えてないからです。だからコーチの第一の仕事はクライアントさんが現在どんな状況に置かれているかをいろんな角度から見てみるっていうことです。いい、クライアントさんがなんで問題が解決できないかっていうと、本当に望んでるところが何なのかをクライアントさんは知らないからです。だからそれを一緒に探すっていうのをやってくださいって、もう全ての問題はそれだけなんです。基本的にクライアントさんの内側で外側で今何が起きてるのか、でクライアントさんは本当に何を望んでるのか、でそのことにフォーカスを持たないと難しくなっちゃうということですよ。で要は難しい難しいって2人で悩んでてもしょうがないので、絶対にコーチができることはあるから。なんでかって言ったら、クライアントさんは自分の現状について 100% 知ってるわけでもないし、自分の望みについて 100% 知ってるわけでもないし、自分の持ってるリソースについて 100% 知ってるわけでもないし、自分の持ってる行動の選択肢について 100% 知ってるわけでもないから、だからちょっとでも何かそこを見つけていったら今までとは違うことができるんですよ。でしょ？しかもコーチが応援してくれて、ちょっと新しい実験を開始するっていうことをしたら必ずそこから学べるんです。だからコーチはどんな状況でも役に立てんので、コーチが役に立たなくなっちゃうのはどんな時かって言ったら、クライアントさんと一緒にその状況に飲み込まれちゃうとか、クライアントさんと同じものの見方をしちゃうようにコーチがなったら巻き込まれちゃうんだってことです。もしくは100点満点の解決を作らないといけないと思っちゃったら、そんなものは作れないから巻き込まれちゃうんだっていうことです。いつも言うじゃないですか、そのダイエットしなくちゃいけないんだと、もう病的に太ってるんだと、で100キロ減らさないといけないと、今日100キロは絶対に減らないから、でも100キロ減らさなきゃと思うとおかしなことになるんですよ。でも今日何かやって、今日100グラムでも500グラムでも1キロでも減らす方法はあるんですよ。でそのことについて、まだ現状何が起こってるのか、自分がどんなリソースを持ってるのか、本当はどうなりたいのか、クライアントさんは知らないこともあるし、どんな他に使えるやり方があるのか、いいやり方があるのか知らないこともあるから、それを見つけることを手伝って少しずつ状況を変えていくってことは絶対にできるんです。でそのことを手放さなかったらコーチは役には立ち続ける。でそれを効率的にできるようになると、すごく大きく1回のセッションで役に立てることもあるけど、それよりも大切なのはクライアントさんが現状を理解して、目的を理解して、で何かその自分の持ってるリソースを使いながら前に進んでいくっていうことを自分なりに工夫するっていうことをね、応援していったら、クライアントさんは継続的に確実に良くなっていくから、でそのことを大切にしましょうっていうことなんです。でキーワードで言うと目的論ね、何が目的なのって、で現状どうなってるのって、何がリソースなのって、でそれをどうやって使って新しい行動を起こしていけるのって、 Do something different していけるのっていうのを考えていくっていうことと、それから実際にやってみなきゃ分かんないから仮説検証ね、目的論で考えるっていうのと仮説検証、行動を起こして結果を観察するっていうことをクライアントさんとやるっていうのがコーチの仕事なわけで、実はさっきねマラソンの話したけど、人生をマラソンに例えるとね、コーチはなんか伴走者みたいな気持ちになりますけど、コーチは全然伴走なんかしてないですからね。でどういうことかって言ったら、100キロマラソンね、ウルトラマラソンに例えると、コーチがじゃあ本当に100キロ一緒に走ってるのか、クライアントさんと、走ってないじゃないですか。僕もクライアントいますけど、今クライアントといませんよ、この瞬間。クライアント何やってるか知りませんよ、僕は。伴走なんかしてないんです。どれぐらい一緒にいるかって冷静に考えてみるとね、週1回1時間ですよ。週1回1時間、月4回コーセッション続けたとしてもです。クライアントさんの時間の 0.4% しか我々は一緒に共有してないの。0.4% ですよ。100キロマラソンで言ったら400メートルしか一緒に走ってないってことです。99.6 キロはクライアントさんは自分で走ってんの。我々はエイドステーションなんですよ。コーチングはピットインだってね、車のレースでピットインするでしょ、何周か回ったら。あれなんですよ。で、0.4% の時間だけコーチと入れるわけ。で、あとの時間はここで試行錯誤してるわけ。で大切なのはこの時間を使って目的論で、ね、仮説検証するっていうことをコーチと一緒にやってみる、ね、視点を広げて現状どうなってんの、本当の目的は何なので、どんなリソースがある、どこに向かって進んでいくのが良さそう、じゃあどんなアクション取ったら良さそうっていうのを考えて、で実験開始するわけ、ね、で
ここで実験、ここで目的論とか仮説検証の練習してるから、ここの間もそれで頑張ってみるってことなんですよ。で、頑張りきれないから、ね、エネルギー枯渇しちゃうから、だから勇気づけをするとかね、応援してるからねとか、頑張ろうねとか、こういうことできたもんねっていうことをやりながら、本人がこの1週間なら1週間頑張れるように勇気づけするプラス目的論仮説検証で考えるっていうことをお手伝いしているのがコーチの役割だっていうことです。で、そのことから外れなければ、要はクライアントさんがより現状を知って、より目的に気がついて、よりリソースに気がついて、より目標に気がついて、よりアクションプラン、どんな選択肢があるのかに気がついて、で、何かとにかく新しいことを始めてみて、その結果から学ぶっていうことをただ推進してるんだと。で、それの繰り返しの中から本人が成長していけるように勇気づけるんだっていうポジションから外れなければコーチングは難しくならないので、それ以上何かしてあげようとしたりとか、クライアントさんの視点を広げるっていう手伝いをしない、クライアントさんを勇気づけして動けるようにしない、で、そういうことがあるからコーチングは結果出なくなったり難しくなったりしちゃうんだっていうだけなんです。より広い視野で見る、よりいろんな角度から見る、で、より目的論で考える、とにかく行動を起こしてみる、そこから学ぶっていうことを推進していくっていうのがコーチの役割で、で、そのことを忘れなければコーチングは別に難しくならないっていうことです。だからね、例えばあなたのところにクライアントが来るじゃないですか。で、今度ね、重要なスピーチがあるんですと、とかね、なんかプレゼンテーションがあるんですと、で、毎回緊張してうまく喋れなくなっちゃうんですと、どうしたらいいでしょう、助けてくださいって言われるじゃないですか。魔法のようにパッと解決してあげるのが我々の仕事だと思ったら、我々の仕事はすごく苦しくなるわけ。ぶっちゃけですよ、緊張してたっていいんですよ。いいじゃないですか、緊張してたって。だってそのプレゼンテーションの目的って何なのってことなんですよ。本人は目的を理解してないんですよ。緊張がどういうふうに影響してるかも理解してないし、本当のプレゼンテーションの目的は何なのかも理解してないから、緊張っていうものにすごく強くとらわれちゃってるわけです。で、いけないことであるかのように感じてるわけ。緊張してたって心を動かされるプレゼンテーションってあるし、別に目的を損なわないプレゼンテーションってあるんですよ。でしょ。我々が何か変えてあげなくちゃいけないとか変なこと考えるから、コーチングはいつも難しくなるんで、え、緊張しちゃうってどういうことなの、そのプレゼンテーションの本当の目的って何なのとか、どうなってもらいたいので、今すでにできてることは何なの、他にできることは何なの、どんな準備をしたらよりやりやすくなるので、そういうことやっていくことだし、もうちょっとアイデアが出てきたらスケーリングかなんか使って、今までで言ったらより緊張度合いが強かった時ってどういう時にそれが起こってんだろう、で、より緊張度合いが弱かった時、緊張度合いが10点の時もあれば7点8点ぐらいの時もあるんでね、で、その時何がこの差を作ってるんだろうかって考えてみたら、より本人がコントロールできたりとか、いい状態でやれるヒントだって見つかる可能性もあるんですよ。で、それだけのことだから、コーチングっていうのは。で、それ以上難しいことをしようとするからおかしくなっちゃうんで、はいはいはい、じゃあ現状何が起こってるか、本当の目的は何かで、どんなリソースがあるか、うまくいってる時はどんなで、うまくいかない時はどんなか、じゃあ何を目指してどんな行動を取っていくと良さそうなのかってことを考えましょうね。で、最初はなんか緊張感うんぬんかんぬんとかって言ってるけど、別にそんなこと関係なくなっちゃうことっていっぱいあるわけです。本人がしっかり目的を果たしていくってことが大切で、最初に言ったことが解決されるかどうかってのはあまり関係がないんですよ。だって本人は本当の目的知らないまま相談しに来るわけだから、子供が言うこと聞かないんですとか言って来るんだけど、よくよく考えてみたら別に聞かなくたっていいんだってこともあるわけです。あ、これ子供にとっていいことだったんだとか、別に何も問題なかったって、それで終わっちゃうことだってあるんですよ。で、要は現状も分かってないし、目的も分かってない人が相談に来てるから、あんまり真に受けずに、しかも自分がなんか全部してあげなくちゃいけないと思わずに、とにかく現状と目的を明らかにするということをやっていけば、おのずとその道がつながっていくっていうことです。で、現状と目的だけでつながらなかったら、そこにしっかりリソースを見つけていくとかっていうことかね、っていうことをしていけば、よりつながりやすくなっていくわけね。で、それだけだから、で、それ以上に難しいことを考えないっていうのがまず大切ですよ、ということを一つ目のお話として、復習ね、言っておきます。じゃあ3人組で感想です、どうぞ。 OK、 拍手お願いします。で、例えばね、ある人が、僕にこういう相談してくれたんですね。緊張しちゃうんだと、人前でプレゼンすると緊張しちゃうんだというね。で、どうにかしたいんだと、緊張しないで話したいんだって。どうしてって話ですよ。こっちからしたら緊張したっていいじゃんって話ですよ。で、そもそも緊張って何のこと言ってるのっていうことです。私たちが緊張だと思ってるものと、その人が緊張だと思ってるものとは多分違うよ。違う。
で、あの、アズさんが緊張だと思ってるものと北さんが緊張だと思ってるものも違う可能性も大いにあるっていうことです。で、そこのまず溝を埋めていかないと、私本人も何かに対して緊張ってラベルを貼ってるだけで、本当によくよく考えてみたら緊張じゃないってこともあるわけ。僕がね、緊張はね、なんか緊張するからっていうセッションいっぱいやったことあるんだけど、あの、みんな緊張するのってなんか避けなきゃいけないと思ってるのね。で、大体いつも落としどころはね、あ、緊張してたって関係ないですねってなるよ、ほとんどの場合は。で、あの、あ、別に相手側に立ってみたら緊張してようがうまく喋ろうがあんまり関係ないし、あんまりうまく喋るとうさんくさいですねみたいなことになるわけですよ。で、あの、私は私のスタイルでいきますとか、これだけ伝わればいいですからって多くの場合はなるわけ。で、それは現状、要は相手目線から見て何が起きてるとかねっていうことが分かってないからで、なんかどっか頭でそう緊張いけないとか思ってるだけなのね。で、あるケースではね、緊張して困るんですって言われて、あ、そうなんだって、え、緊張ってどういうことなのって聞きました。なんかうまく喋れないんです。え、うまく喋れないってどういうことって、例えば実際にやったセミナーの中でとかね、講演会の中でうまくいかなかったってどういうことなのって、で、なんかいくつかうまくいかなかったなと思うものを挙げてくださいと、こう挙げてもらうわけね。あ、そうなんだ、それ以外はどうだったのって言うと、あ、それ以外まあまあマシでしたっていうわけ。あ、じゃあなんかマシなものとマシじゃないものがそもそもあるのねっていうことですよ。で、じゃあマシじゃなかったのちょっと聞こうねっていうことで一個ピックアップしてもらったわけ。そしたらなんかある、まあなんか国際的なカンファレンスかなんかで話したっていうことが出てきて、で、その時はすごい緊張しましたっていうのが出てきたわけで、じゃあね、こう聞いたんだよね、それ何分ぐらいやったので、まあ1時間だか1時間半だかって言ってました。で、その1時間だか1時間半だかの間の緊張度合いってずっと一緒だったって聞いてみたわけです。そこにも波があるんですよ。直前ぐらいね、直前結構高くって、そこから始まったらうーって高くなって、で15分ぐらいしたら少し落ち着いて低くなったっていうわけです。で、面白いねっていうことなんですよ。この15分の間に何があったんだろうねってことなんですよ。なんで15分で落ち着いたんだろうねってことなんです。そのケースで言えばね、なんで直前高まるんだろうねって、何があったから高まったんだろうね、なんで15分で落ち着いたんだろうねっていうところに、なんかその人の緊張のヒントがあるわけじゃないですか。で、そういうこと考えずに来てんだよクライアントは。だから、あの、こっちが勝手に緊張だと思って勝手に決めつけて、なんかそれを解決しようなんて無理なんですよ。そうでしょ、あの、時計が動かないですみたいな状態ね。で、中どうなってるか分かんないのに何とか直そうとしたら無理じゃないですか。開けてみないと中どうなってるのか、空っぽになってるのかもしれないし、電池が抜けてるだけかもしれないし、分かんないんだよ。なんか歯車が外れてるのかもしれないし、開けてみなきゃ分かんないわけだから、現状をもっと知りましょうっていうことなんですよ。壊れてますって言われて、壊れてますと、直してくださいだよね。そういうことなので、15分で落ち着くんだって、で、不思議だなと思って、で、最初のところから再現してね、じゃあどうして、どんな状況でね、緊張が高まり始めたのか、で、緊張高まってる時には周りでは何が起こってるのか、自分の内側では何が起こってるのか、で、緊張状態が少し落ち着いてきた時、その直前に何が起こってたのか、周りで起こってたこと、自分の心の内側で起こってたことで、自分の行動が変化してきたこと何なのかっていうのを追っかけてったら、何のことはない、ただの準備不足だったってことが明らかになったわけです。要は準備不足ってね、2つの準備不足があったわけ。1つはちょっとあんまり慣れないテーマでの話だったから、本当にこれでいいのかなと思ってたっていうこと、もう1つは知らない人たち相手に話してたから、なんかこの人たちどういう反応するんだろうっていうのを見てたんだっていうことに気がついたわけで、なんで15分かって、15分経って相手が比較的反応してくれたから、あ、これで大丈夫なんだと思ったっていうことですね。そういうことが見つかったら、じゃあ今度はそこに向かって攻めていくわけですよ。じゃあどんな風にプレゼンテーションしたいの、どんな影響を与えたいので、もっとなんか、みんなのこと巻き込んでこんな場を作りたいとか、こんな結果を出したいとかって本人の目的に向けて、じゃあもっと攻め込んでいけるところ、もっと自分が行動してコントロールしていけるところはどこかなって考えるわけです。そうしたら事前にその対象、参加対象みたいな人にヒアリングをしてみたりとか、コミュニケーションを取ってみたりすることができれば、絶対にこういう話はヒットするはずとか、こういうやり方ヒットするはずはもっと分かるわけだから、事前準備しとけばより目的が叶えられる状態でできるし、しかも会場にギリギリに行くんじゃなくて、もっと早く行ってその人たちと話してたりとかってすれば、その15分間緊張の中でコミュニケーションを取るってことをしなくたって、自分がその状態をよりよく目的に向かってコントロールできるようになるわけじゃないですか。で、そういうところを探していくっていうのがコーチングだっていうことです。だから現状何が起こってんので、目的は何なので、要はみんな変なことやってるわけ。現在どこに行くかいるか分かんないのに、ここからいなくなりたいってこう言ってるわけです。で、目的地がどこか分かんないにもかかわらずどっか行きたいって言ってるわけです。これを連れていくのは大変ね。
車のカーナビもそうじゃないですか。目的地があるからちゃんと行きたいとこ行けるわけでしょ。でも GPS がぶっ壊れてて現在地点が分かんなかったら目的地だけ入れたって絶対行けないんですよ。だから現在地点を明確にして目的地を明確にして、でその間をどうやってつなぐかで行ってみて離れたって感じがあったら行き方変えればいいわけだからでしょ。だからもうそれだけなんです。現在地点を明らかにする、目的を明らかにする、徹底してやるっていうことをしてみたい。で相手が何を言ってもそれに惑わされず、現状何が起こってるのか、それが具体的にどうなればいいのかっていうことを両方作ってつなげるっていうことを丁寧にやり続ければ絶対に何かのヒントは出てくるってことです。現状が分かればね、だって今みたいに緊張って言ってるのの中身が分かれば、そこに対してもじゃあこういうふうにしてみたらいいんじゃないってアドバイスができるじゃないですか。目的が分かれば目的に対してこんなことできるんじゃないってアドバイスできるじゃないですか。我々がアドバイスできるってことは本人も気がつける可能性があるってことですよ。で要は素材が何にもないところ、具体的な素材がない、何が現場で起こってるのか、他の人からそれを見たらどう見えるのか、で未来は本当に何を望んでるのか、それはどうしてなのか、そんなことが分からないのに何か新しい行動を生み出すことは無理なんですよ。それはヒントがないとか情報がなさすぎるね。敵が攻めてきた、もう逃げるしかないみたいなこと言ってるんだけどね、そういう報告が上がってくんだけど、でこっちが参謀で一緒に何か考えようとするんだけど、一回現場見てみようってことです。敵が攻めてきたってどっちからどれぐらい攻めてきたのか、よく見てみたら別に大した大軍じゃないかもしれないんだよ。でもなんかもう大変だ大変だって ただパニクってるだけかもしれない。で現状よく見ないで作戦立てるのっておかしいじゃないですか。で最終的にどうなったらいいか分かんないで作戦立てるのもおかしいじゃないですか。だからもうそれだけなのね。でもっとクライアントの言ってることに騙されずにとか真に受けずにとか勝手に想像で埋めずに現状を明らかにしましょうっていうことなんです。いい？でここにすごく重要なことが一つ含まれてるんですよ。緊張しますっていうね。で、あ、緊張するんだねって。で、それを何とかしたいんだねって、そうなんです。じゃあ、緊張何とかしようねって言った瞬間に、クライアントは自分が緊張してるっていう考えを強化してるんですよ。こっちが相手の言葉を鵜呑みにしたから。でしょ？うちの旦那は最悪なんですと。うちの旦那を何とか変えたいんですと。あ、最悪なんですね。じゃあ、何とか変える方法を考えましょうねって言った瞬間に、うちの旦那イコール最悪は確定しちゃうってことですよ。最悪ってどういうことなんですかって。いや、お酒飲んでばっかりで。あ、そうなんですね。他にはって。いや、まあ子供にとってはいい父親かもしれないけど、あ、そうなんですねって。お子さんにとってはいい父親かもしれないけど、ちょっと飲みすぎるんですねと。でそれがどうなったらいいんですかって。いや、飲むのは別に構わないんだけど、ちょっと飲みすぎでなんかね、あの体調不良だとかなんとか心配だとか、それから暴言吐かれるのが嫌だとか、あ、それがどうなったらいいんですかって。まあほどほどに飲んで楽しくコミュニケーション取れるようになってくれたらいいんですと。あ、そうなんですね。じゃあ旦那さんがお子さんにもあなたにももっと楽しくコミュニケーション取れたりとか、健康でよりいられるように何ができるか考えましょうねと。これ全然違う話になるわけですよ。だから相手がつけたラベルをそのまま採用しないとか、勝手にそういうふうに現状を決めつけないっていうことがすごく大切だっていうことです。緊張するんですねって言わないってことです。変な話ね。緊張って何ですかってことなんです。で、あ、そうか、そういうことなんですね。それがどうなればいいんですか。じゃあそれを今なんかちょっと準備が足りないととか、あ、ちょっとなんか、苦手なテーマだったりすると最初の15分ぐらいなんかうまく話せないとか、いろいろみんなが何考えてるのか気になっちゃうっていうのが、もっと気楽にできるようにするためには何ができるのか考える、ってそれがやりたいんですねっていうのがコーチの仕事だっていうことです。言われたことをそのまま叶えようとしないってことね。とか言われた問題をそのまま問題だと決めつけないってことです。クライアントさんは問題も目的も分かってないから、だからよく聞きましょうっていうことが大切な姿勢だっていうことです。じゃあ隣の方の感想です。3人組でどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、でほら前もこのクラスでお話ししましたけどね、あのモンスターペーレントが来て困ってるんですってね、スクールでスタッフやってる人がね、こう、例えば言うわけですよね。で、あ、モンスターペーレントなのか大変だなとコーチ側が勝手に思っちゃうと、どんどんその人と同じ視点になっちゃうってことだよね。で、モンスターペーレントってどうしてこの人はね、その相手のことをモンスターペーレントだと言ってるんだろうと、そのモンスターペーレントっていう人は何をしてるんだろうかと、でその人の心の中に入ってみたら、その人はなんでそういう行動を取ってるんだろうかっていうことを理解していくことが大切で、でそうしたらその人への対処法ってわかるけど、だってあの要は人にモンスターペアレントって呼ばれてる人は世の中にいっぱいいると思うけど、全員違う動機を持って全員違う行動パターンを持ってるはずなんだよ本当は。
で、だけど何らかの特徴を捕まえて世の中の人はそういう人のことをモンスターペアレントって言ってるわけなんですよ。でモンスターペアレント一般にうまく関われる方法って多分ないんですよ。もう個別対応しかないわけで、その人の気持ちに寄り添うってことがすごい大切だよね。だからモンスターペアレントと思って見ちゃうともう、うん、嫌だってなるし、でもうなんでこんなめんどくさいってなるし、でなんとか退けようってなるし、でその動きがこっち側からしたら気に食わないから、ますますなんかいろんなこと言ってくるっていうことを生むっていうこともあるわけです。だからこの人を理解しようとすることね、人にラベルを貼らないっていうことです。でもちろんクライアントさんがね、いや実はもううちのスクールにモンスターペアレントが来てどうのこうのって言ったら、あそうなんですね、それ大変ですねとか、モンスターペアレントが来て苦しいですねって一応話を合わせるから言うよ。でこのこととこっちがモンスターペアレントかどうしようと思うことは全然違うことだっていうことです。合わせるけど巻き込まれないっていうことね。で巻き込まれたら同じ視点になるから、うわ確かにそうなんだよね、モンスターペアレントやだよねと俺のところにも来るんだけどとなると、もう同じ視点だから動けなくなっちゃうわけで、共感はできるかもしれないけど、共感っていうかはもうここに巻き込まれて2人でその問題にどっぷり使ってて抜け出さない、お互い大変だけど頑張ろうねみたいな、こういう話になるんですよ。でそれはやりたいわけじゃないじゃないですか。で本当にひどいモンスターペアレントかもしれないけど、その人の気持ち、なんかこの人が少し感情的にすっきりして、相手のそのモンスターペアレントだって言ってた人のこの気持ちが分かって、で目的がそれぞれの目的が分かって、共有ゾーンが分かったら何かコミュニケーション取れる可能性がある、でそこをサポートしていくわけだし、それがコーチの仕事だっていうことです。でそういうことをね、忘れないでいただきたいなと。で今うまくできるかできないかはいいんですよ。ただ時にこういうことを振り返ってみないと、我々もすぐ相手の言ってることを鵜呑みにしちゃうっていうことがあるから、あまた鵜呑みにしたな、また鵜呑みにしたなと思いながら、もう少し突っ込んで考えてみるっていうことなんです。松兄にね、ちょっとこういうの書いてもらいました。今相談するとしたら何相談したいですかって聞いたら、要はコーチングのね、最初にね、今日どんなことをテーマに話したいですかってこう聞きますね。でそう聞いたら何言いたくなるって言ってもらったのをそのまま書いてもらいました。可愛らしいね。時々赤面することがあるんですが、その状態に自分が気づき出すと焦ってきて、その時の対処がいまいちだと思うので何とかしたいんですと。でこの中にね、もしかしたらその赤面をね、なんか直すのプロフェッショナルがいるかもしれないけど、でも少なくともその人が世の中の全部の赤面をね、本当に全部押さえてて、即座に松人の赤面がどんなものかが特定ができて、それで何かねこういうことやったらいいんだよっていうのを教えてあげることができたら一発解決するかもしれないけど、そうならないんですよ、ほとんどの場合は。で僕はすごくね、こういうものに対していろんなところに興味があるわけ。時々っていうんだけど、時々ってどれぐらいの頻度なんだろうとかね、年に3回出るんですよ。ランダムに出るのか、それとも何か特定のシチュエーションで出るのか、時々って何のこと言ってるのかなっていうことです。で赤面することがあるって言うんだけど、赤面するって何のこと言ってるのかなっていうことです。赤面するって普通はね、なんか顔が赤くなるっていうことだと思うけど、実はさ、顔赤くなってることに自分で気がついてる時も気がついてない時もあるじゃないですか。ですごい意識して赤くなってると思う時もあるし、でもまあ赤くなってると思ったとしても別に周りから見たら大したことがない時もあるし、で赤面するって言ってるんだけど、多分その赤面するというよりかは、なんかあるシチュエーションの中でうまく対応ができないとか、自分が反応しちゃってるとか、それに戸惑ってるとか、そういうこと多分言ってるんだよね。で何のこと言ってんのかなってことにすごく気になるわけ。僕も何回か赤面だと自分が思ったことをしたことはあるけども、それと松兄のが同じだとか同じことで悩んでるとは思わないから、この赤面って何のこと言ってんのかなと思うんですよ。でその状態って何かな、これとイコールなのかなで分かんないんだけど、まあ多分イコールなのかなって、で必要だったら確認もしてみるし、自分が気づき出すとって気づくってどういうことなのかなというのも僕には正直よく分かんないし、気がつくっていうのはね、自分の赤面に対してどんな意識を持つことだとか、どんな状態になることなのか分かんないし、焦ってきてっていうのも頭の中で何考えたりとか、体の状態はどんな風に変わってくるのかっていうことも分かんないし、でその時の対処がいまいちだと思うっていうんだよね。なんか対処してんだよね。で対処ってどんなことしてんのかなとか、それは何のためなのかなとか、いまいちっていうことは何かの判断基準があるわけだから、本当の目的って何なのかなとか、パーフェクトな対応って何だと思ってるのかなとか、それは何のためなのかなとか、分かんないことだらけなんです。何とかしたいどうしてだし、何とかするって何のこと言ってるのなんですよね。で分かんないことだらけなんですよ。
だからいろいろ聞いてみたいっていうことなんです。松井の赤面に関してね。で、あの赤面してるのっていいじゃないですか。僕は赤面することあるけど全然気にしないね。あのむしろなんか、自分は結構不愛想だったりとか、なんか場合によっては怖いと思われることもあるから、時には赤面するぐらいが可愛らしくていいんじゃないかと割り切ってるから、むしろ効果的に赤面する方法知りたいですよね。なんか可愛さアピールしたい時にこう、ね、スイッチ入れて赤面ができるってのがあるといいんだけど、そういうのが、ね、だから別に僕は赤面自体が困るとも思ってないから、松には本当に何を望んでんだろうとか、どういう時に困ってるんだろうとか、その困ってるシチュエーションの中で外側では何が起こってるんだろう、内側では何が起こってるんだろう、で松兄がその赤面して対処がいまいちだと思ってる時に周りの人の視点から見てみたら、別に何も違和感なかったり不思議がなかったり嫌な感じじゃなかったり、むしろいい感じだったりするかもしれないわけだよね。だからそういうことも含めて何も分かってないってことです。だから僕はなんかね、その赤面を直すとかっていうことにアプローチする前に、そもそも何が起こってんのって、松兄の外側ではどういう時に何が起こってんのって、内側ではどういう時に何が起こって、その時何が起こってんので、他の時には松兄はどういうことが起こってんの、外側で何が起こってて内側では何が起こってんので、何が嫌だと思ってんの、それはどうしてなの、本当はどうしたいの、どうなりたいの、それ何のためなのっていうことが知りたいっていうことです。でそのことに対してできることをやりたいっていうのが、まあ、コーチング的なというか、ここで、やってみたい考え方だっていうことなんですよ。じゃあ3人組で感想です。どうぞ。